私自身まさに評価の定まっていないものを作り出すことの歴史を繰り返してきました。最初から誰も理解をしてくれないこともありました。もっと違った意味の誤解もいっぱい耳に聞こえてきて、聞こえないところもいっぱいそんな話があったと思うんです。今回は皆さんは社会的に評価がされていない環太平洋大学を今日選ぶことになりました。しかし迷わなくていいと思います。いろんなことを言う人があってもいい。私は日本にない、どこにもない大学を作ってみたい。自分の全人生をかけてここに作ってみたい。そんな思いでスタートをしますから、心配しなくていいです。これだけのたくさんの人の中において、今日2007年4月1日、環太平洋大学の開学を宣言いたします。これとりあえず今門がないんで、心意気としてはこれを一つの門として学生たちが捉えてくれたらいいなという、この上に縁が抜けてますよね、うん、でやっぱりこれ、大学は世界に向けてというので、地球というの中で我々は生きてるんだと。でそれ同時にその間をくぐって自分たちの学び屋に入ると。からも学べる、まあ、人間からも学べる、建築からも学べるということができれば、本当に素晴らしい学生たちがいっぱい出てくるんじゃないかな。 I want to create spaces where people are inspired. そういう面では岡山から正直あったら、そういう環境の中で世界にも類のないような環境の中で学べると。昔あの静谷学校でありましたね。であそこ行ってみて、なんか部屋の中も全部縁側みたいなもんやなと。だから縁側っていうのは日本の国の一つの特徴なんですけども、まあちゃんとした校舎大事ですけども、まあ大事なのは縁側で誰とこう話をするかと。人間を育てるっていうのは人間同士の対話なんだと。思い出の写真を見てましたけど、なんか大学も成長して、学生も成長して、とてもいい今スピードで行ってるなと思ってます。このスピードを落ちないようにこれからも頑張ります。やっぱりこの校舎は少なくとももう校舎見ただけでスピード出るようにと、校舎だけ見ただけで走りたくなるようにというもんでなかったらいかんと。もうあの構造もこう V 字型になってますが、まっすぐ立ってるには V 字型の中でその新しい世界を作れないかと。走ること、飛ぶこと、バレエだったらどこの打点がいいのかというのは、そういうものが全部測定機器でやっていけるということになっていますので、あの我々の仕事も一緒なんですけども、でコンピューターと人間の能力が合体するような事務所にしたいというふうに、ここでも AI とですね、やっぱり人間の能力とかうまくバランスして出来上がっていくような校舎になればいいなと。今回で一番考えているのはディスカバリーというこの名前がつきましたけど、自分自身の持っている力、あるいは社会生活の中における自分の立場とか、そんなものがことあるごとに気づける人間を作っていきたいというのがこの建物の一番の中心なんです。日本の庭園の特徴はやっぱり水ですよね。もちろん緑もたくさんありますが、もう一つはやっぱり起伏もあるし、そういうような
建築が持ってる周辺環境をうまく味方にするとということはやっぱりその学生たちも自分の周りに5人10人いるとその人たちみんな違いますから違う人の良さをどういうふうに自分のものにしていくかということでもう自分は自分で一人で行けるというんじゃなしに共に生きてるんだということをねここで表したらいいなと思いました。自由と勇気、自由でありたいというのと勇気を持てるような校舎、自由でありたいというふうにして勇気のある自分ということを考えた何をそこで何をするかということを考えていかないんじゃないかと思いますね。我々はだからそれを学生が考えれるようなヒントをいろんな形でこう与えていくっていう、それでこう根をガーッと思い切って張ってきてくれれば、まあ IP 行くてよかったという思いを持って卒業しますし、ずっと一生この大学を誇りに持ってくれるなと。今この学校、まあ、初めは岡山の誇り、その関西の誇り、日本の誇り、アジアの誇り、世界にとこういうふうなね段階的に伸びていくといいなと思います。